悲しい銃声が山々に響いた。政宗は二本松義継と従者50名を父照宗もろとも撃ち殺した。うおお、政宗よ、よくやった。すまない、親父殿。政宗様、いたしかたのない判断です。どうかお気を落とさずに。二本松を貼り付けにしろ。政宗は怒りに任せ二本松義継を貼り付けにした。この事件は伊達家と近隣勢力との関係を悪化させた。親父殿の書なのかが開けた。いつまでもメソメソはしてられねえ。兵を集めろ。政宗様、いかがいたすつもりか。そんなもん決まっておる。1585年10月15日、政宗は1万3000の兵を率いて二本松城へ進軍した。皆の者、よく聞け。父、照宗の弔い合戦じゃ。二本松は絶対許さん。根絶やしにしてやる。様々な史実と考察をもとに一つのストーリーを紡ぎ出す非現実の王国。今夜は伊達政宗ヤングブラッド2。今回はエンディングが2つあります。どちらの結末を選ぶかはあなたに委ねます。二本松城で迎え撃つは二本松義継の子で家督を継いだばかりの11歳国王丸。父上の弔い合戦だと？ふざけるな。照宗を殺したのはお前だろうか。こっちだって父上を殺されてるのじゃ。籠城戦じゃ。絶対に伊達をこの城に入れるな。二本松城は標高345メートルの白旗が峰に築かれた山城である。くそ、力押しではなかなか落ちぬか。翌日雪が降り始め、17日には大雪になってしまう。この大雪では二本松の山城を落とすのは難儀じゃ。兵の消耗も考えれば一旦引くべきです。くそ、分かった、一旦は引く。だが必ず二本松は落とす。帰ったか。もう二度と顔も見たくないものじゃ。二本松義継が伊達政宗に撃たれたその日。父上が帰ってくると、伊達照宗を人質に取っているだと。さすが父上じゃ。奥州で好き勝手やってる伊達の鼻を明かしてやるなんてすごいぞ。こうしてはおられん、迎えに出る。父、二本松義継の帰還を喜び迎えに出る国王丸だったが、阿武隈川に近づいたところで。これ以上近づくのは危険です。一体何があった。伊達軍に義継様が撃たれました。
なんだって？父上！父上は欧州の平和を願っていただけじゃ。それなのにあの伊達が欧州を自分のものにしようと暴れ回ってるだけじゃねえか。雪が落ち着き、政宗は二本松城を落とすため再び兵を挙げた。二本松が危ない。芦名、二階堂、岩木、石川、白河に連絡しろ。反伊達連合軍を作るぞ。佐竹義重は二本松の救援を呼びかけ、反伊達連合軍が結成。11月10日須賀川に侵攻。その数3万。何？佐竹が兵を挙げただと？二本松城の包囲部隊はここに留まれ。他7000は我と共に来い。佐竹を迎え撃つぞ。1585年11月17日、人取り橋、政宗7000と反伊達連合軍3万が激突する。皆の者、銃を構えろ。撃て。この数を見てもひるむどころか撃ってくるとはな。若いの、こちらも打ち返せ。福島の冷たく乾いた空気中に両軍のおびただしい銃声がこだまする。よし、突っ込むぞ。気合い入れろ。土地狂いやがって。よし来い、粉砕しろ。序盤こそ優勢に戦っていた政宗だったが、兵力の差は連合軍が圧倒的に多く、政宗は徐々に押され始める。陣を乱すな。逃げ出す者は切り捨てるぞ。しかし勝敗は歴然としており、伊達軍を逃げ出す者が続出した。政宗様、敵が本陣に突入してきました。早く逃げてください。逃げれるわけねえだろ。戦え、戦うんだ。その時、一筋の矢が政宗を射抜いた。撃てさらに銃弾が続けざまに5発政宗を撃ち抜く。くそ、こんなもんじゃ俺は死なねえ。皆の者、ひるむんじゃねえぞ。ここは意地を張らず落ち延びてください。彼は鬼庭義直、通称下月祭。この時の年齢73歳。かつては伊達家の重臣として数々の戦場に立ち、今日まで生き抜いた刀匠。ここで政宗様が死んでしまっては、お父親もさぞかし無念でしょう。どうか伊達家のためにも生きる道を選んでください。うるせえ、今は親父とかそんなことは関係ねえ。敵に背を向けること自体、俺は俺を許せねえんだ。あの織田信長だって
徳川家康だってピンチの時は逃げた。恥ではない。生きてこそ後世に名を残す武将となる。だから関係ねえ。織田とか徳川などどうでもいい。俺は逃げずに戦ってくれているお前たちを置いて逃げることなど絶対できねえ。黙れ、小わっぱが。貴様のようなガキに伊達家を潰されてたまるかよ。生涯をかけて俺たちが守ってきたんだ。何人も死んだ俺たちがだ。貴様のような安い感情で俺たちの生きてきた証をなかったことにされてたまるか。伊達はすぐそこにいる。突っ込め。置いて逃げるくらいなら潔く死を選ぼう。だが左月祭の言う通り、伊達家を守るためここは逃げるべきか。一体どうすればいい。人生は選択の連続。戦うか逃げるかはあなた自身で決めてください。この後に出てくる選択肢をタップし、ストーリーを進めてください。非現実の王国